マルサンホビー動画チャンネルです。えー、イタレリ4月新製品発売の、えー、ご案内で、えー、っと12分の1ブガティタイプ、えー、35B ロードスターの、えー、が発売になります。えー、大型で、えー、っと非常に珍しいモデルですね、こちらは。えー、続きましてイタレリ4月の新製品で、えー、72分の1 アメリカ軍のの水陸両用車ダックです非常に珍しいモデルで、えー、プランモデルの組み立てキットになります。LL の商品は、ちょっと、あのー、以前の代理店の方があがもう終了してしまいまして、あの新しくプラッツの方があが代理店となりまして、あのー、発売がまた開始されましたので。 エレールのこうファンの方には非常にあの嬉しいあのことになっております。一応、まだ、ね、全部が出るわけではないんですけれども、一応こういったあの車ですね、こういったのもいろいろこういうふうにあの種類がありますので、まあ、少しずつですけれども、あのこういうのがあのまた増えてはきておりますから、まあ、そのへんもあの、えー、徐々に、まあ、入れていくようにはなっていきます。 こういったシトロエンの、ね、バンとか、あのー、こういうのも非常にね、前から定番の商品ですしね、はい、あとこういうあのルーノーの車やトラックなどもありまして、あとはこういう船の方ですね、まだちょっと船の方だと、以前は反戦がこういうのがいろいろ出てまして、これらは非常に、あのー、当時から人気がありまして、もう輸入されるたんびに、あのー、 えこう仕入れておりましたけれども、まあ、すぐにあのこうなくなってしまう、もう定番のえ人気商品です。なかなかこういう船の反戦のモデルとかは、日本の,あのメーカーだと少ないものですからね、あのいまあ今井まあ、以前だと今井さんで、今だと青島がやっておりますけれども、まあ、そのへんもあまり数的にはそんなたくさんないですけどね、こういった、あ。のー 作業用のタッグボートなどもありますし、まあ、戦艦とかもあのいろいろ出ております。さらにはこちらの方がエアプレーンの方になりますけれども、まあ、エアプレーンのほ、まあも日本と違いまして、海外の方だとね、いろいろ種類があのたくさんありますからあの、今までね、あまり馴染みがなかった機体とかもたくさんこういうふうにあの出ておりますので。 まあこういったのもねあのー、ちょっとこう見慣れ飛行機のプラモデルなんかをね見慣れちゃった方なんかもね新しいこう発見がまああると思いますのでぜひこういったのをねあの参考にしていただきましてあの今後のエレールのあの商品のこう入荷とかちょっと期待しておりますえこれからはエレールになりますえー、4月再入荷品のご案内ですねえっ、ー、と。 72分の1、ドイツ空軍トランザール C ですね、えー、と輸送機になりますあの、珍しいモデルのプラモデルになりますね。えー、こちらも、えー、LL4 月発売予定の新製品の72分の1、DC6、えー、スーパークラウドマスターエールフランスですね、えー、旅客機で昔のタイプで非常に珍しいタイプになります。 えー、同じくエレ、えールの新製品、えー、4月発売で、えー、43分の1プジョー 206WRC2003 です、えー、と珍しいのは43分の1でよくあるあの、えー、ミニカーのサイズになりますねこれは非常に貴重なアイテムかもしれませんあの発売が待たれるところですね、えー、続きまして43分の1 フフォードフォーードカス WRC2001 ですでこちらも、えー、珍しいミニカーサイズの43分の1のフォードフォーカスのラリーモデルになりますね。えー、と楽し入荷が楽しみなキットになります。続きまして、えー、と同じく43分の1スバルインプレッサー WRC2002 年。こちらも4月あの発売予定になります。日本車でした珍した珍いあの えー、43分の1の組み立てキットになりますの持ちたいところです、ね、はいすね同じくエレールの4月、えーえー、新製品で、24分の1貨物トレーラー、後ろの方の部品の、後ろのほの部分のプラモデルの組み立てキットになります。なかなかこういうタイプは珍しいものですから、24分の1で、スケールには合わせやすいんで、おすすめのプラモデルの組み立てキットです。 えー、同じく LL の、えー、4月発売で、えー、24分の1マッセイファーガーソントラクターですね、非常に珍しいトラクターのモデルに24分の1の組み立てキット、4月発売の24分の1ファーガーソンプチグリドラトラクターですね、トラクターの非常に珍しいモデルの組み立てキットになります。 えー、同じく4月発売予定の、えー、24分の11964、えー、年1957年シトロエンエッジイ商用版ですね、えー、やっぱりこう固定ファンの人がいらっしゃる、えー、シトロエンの版で、えー、のこういうタイプはやっぱコレクションに加えたい組み立てキットになります。 続きまして、エレールの4月発売の、えーえー、と予定品で1 24分の1、ルノーエフェッテルノー 4TL 憲兵隊セットですね、実際、フランスで、えー、憲兵隊で使用してたモデルになりますので、非常に貴重なモデルで珍しいですね、こちらも。えー、続きまして、エレールの4月予定の24分の1、 1928年、ヒトロエン C4 フォルゴネットですね、非常に珍しいモデルになります。組み立てキットで、えー、とこの辺はやっぱり LL なんかがちゃんときっちりあのモデル化してますんで、えー、ぜひコレクションにいかがでしょうか。えー、LL4 月発売で、35分の一二次大戦のフランス軍 FCM36、軽戦車ですね、非常に珍しいモデルで、あのー えーとフランスの戦車というとモデル化が少ないものですから、えー、とぜひあのコレクションにいかがでしょうか、えー、続きまして1 35分の 1LL 第2次世界大戦フランス軍の AHN2 トラックです、ね、えー、と対戦中ドイツ軍で使用されたフランスのトラックになります、えー、非常にこれもモデル化は珍しいタイプです えー、ラストのお知らせですね、エレ、えールの48分の1、ベルギー空軍 F16 ダークファルコンですね、これは非常に珍しくて、えー、ベルギー空軍のデモンストレーションチームの F16 になりますね。あのー まずちょっと国産のモデルでは、まあ、あのモデル化になったことがないもう本当にレア中のレアの、えー、48分の1で少し大型モデルになります。な、あのー、なかなかやっぱこの辺の辺 えー、あの今まの LL のご紹介しましたけれどもモデル化がの国産ではちょっとあのまだ出てこないあのモデルと,とかがへえっていうような感,感心するものの商品が多いんで、あのー、やっぱ輸入品なもんですから一期一会の世界になってますんでぜひあのこちらの方を入荷しましたらお早めにあのお求めください。 えええっと、一応こういうふうにあのご紹介いたしましたのでまたあの新しい情報等が入りましたらあの逐一アップしますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。わせてマルサンホビーではあのジャサイトヤフーショッピングアマゾン等で、えー、ご注文ご予約承ってますのでそちらの方のご要命もお待ちしています。